シュ2世はハンガリー王国アールパード・アッサの国王。ハンガリー王の他に、クロアチア王位も兼ねていた。ニー・ムレト、オイラー・スロー3世の死後に、ハンガリー王位を継承し、支持者を獲得するために、王国の領土を所領として分け与えた。1222年に、国内の貴族に特権を認める、金印勅書を発布。1231年には、 聖職者にとって有利な情報を金印直書に追加した。ハンガリー王ベーラ3世とアニエスの自治として誕生する。1182年にベーラ3世の移行によってアンドラーシュのアニリムレがハンガリーの若王の体感を受け、その時はアンドラーシュが王位を継ぐ可能性は低かった。 1188年に家臣によって国を追放されたガリツヤ公国の公子ウラジーミルが援助を求めてハンガリーに逃れた時、ベーラ3世は彼を拘束した。ガリツヤはハンガリー軍によって占領され、アンドラーシュはガリツヤの統治を命じられる。幼少のアンドラーシュは名目上のガリツヤの統治者でしかなく、実際にガリツヤに入国することもなかった。 ガリツヤの大貴族たちがハンガリーの支配に対して反乱を起こしたとき、1189年にハンガリー軍は一旦勝利を収めたが、ハンガリーから脱出したウラジーミルによって、ハンガリー軍は放逐された。1196年4月23日にベーラ3世が没したとき、ハンガリー王位はアンドラーシュの兄イムレが継承し、アンドラーシュは、 父が十字軍に備えて貯めていた軍費を相続した。アンドラーシュはイムレから、ハンガリー王位を奪うクワダテニー遺産を使い、オーストリア公、レオポルト六世に支援を求めた。1197年12月、アンドラーシュの軍は、マクセク近郊で、イムレの軍に勝利を収め、クロアチアとダルマチアの支配権は、アンドラーシュのもとに移った。1198年初頭。 ローマ教皇院のケンティウス3世は、アンドラーシュに、ベーラ3世の意志を継いで十字軍に参加することを促した。しかし、アンドラーシュは十字軍に参加せず、近隣の地域に派兵してザクルミアを占領した。アンドラーシュは、イムレと対立する行為の聖職者と陰謀を、企てるが、計画は、直前に露見する。アンドラーシュの有力な支持者であった、バーチ司教。 ボレスローは逮捕され、他の支持者も特権を剥奪される。1199年夏にアンドラーシュは r d の戦いでイムレに敗れ、アンドラーシュはオーストリアに亡命した。最終的に強皇インノケンティウス3世の仲裁によって、アンドラーシュとイムレは和睦し、クロアチアとダルマチアの支配権はイムレに返還された。1200年頃、アンドラーシュは、 メラーノの公女ゲルトルードと結婚する。1203年にアンドラーシュは再び反乱を起こし、ドラーバ下半でイムレの軍と退陣するが、イムレが武装を解いて、アンドラーシュの宿営を訪れると、アンドラーシュは直ちに降伏した。降伏したアンドラーシュはイムレに逮捕されるが、脱走に成功する。1204年8月に、 イムレの幼い息子ラースローが若王として退官されたが、その後にイムレは健康を害する。ハンガリー王位が無事に継承されることを願うイムレは、和解したアンドラーシュに幼いラースローを貢献するように命じた。1204年秋にイムレが亡くなった後、アンドラーシュは、オイラースローの摂政としてハンガリーを統治し、イムレがラースローに残した財産を管理した。 しかし、イムレの妻コンスタンサが、ラースローを連れて、オーストリアに亡命したため、アンドラーシュは、オーストリアとの戦争の準備を進める。1205年5月7日にラースローが亡くなり、アンドラーシュが、ハンガリー王位を継承した。1205年5月29日にアンドラーシュは、セイケシュフェヘールバールで、カロチャ大司教ヨハンから退官される。アンドラーシュは、 イムレ以前の王が実施していた国内政策の方針を転換し、修道院、教会、貴族に王領や城を分配した。土地を授与された貴族には子孫への土地相続が無条件に認められ、ハンガリーに大領主僧が誕生した。村、領地、さらには州までも授与したため、国の収入が減少したため、代わりに、貨幣の鋳造鉱山の経営、 課税によって収入を補おうと試みた。この結果、王に忠実な従者と貴族が新たな社会階層を形成し、旧来の大貴族や聖職者と争った。王に忠誠を誓う層の出現は、アンドラーシュの地位を強固にしたが、後に、彼らは王権を弱体化させる原因となった。また、ゲルトルードはアンドラーシュが遠征でハンガリーを留守にしているときに、 彼女が連れてきた親族とドイツ系の帝信を優遇したため、ハンガリー土着の貴族は不満を抱いた。ドイツ系の帝信を優遇することを不満に思う貴族の一派がニカイア帝国の宮廷に移っていたアンドラーシュのいとこを新たな王に王立する計画を立てるが、反対派が送った密使はアンドラーシュに逮捕され、計画は未然に防がれた。アンドラーシュは、 ハンガリーの南東部に居住するクマン人の襲撃に備えて1211年にドイツ騎士団にトランシルバニアのブルツェンラントを所領として与える。騎士団は植民活動とクマン人との戦闘に従事したがハンガリーの意図から外れて独立した両方国家を形成し始める。知性の初年アンドラーシュはガリツヤの一部を占領する。1205年には ガリツヤの幼い公使ダニーロを即位させるため、軍隊を出動させた。派兵の後、アンドラーシュは、ガリツヤとロドメリアに対して、ガリツヤとロドメリアの王を名乗った。1206年初頭にダニーロは、ガリツヤから追放され、アンドラーシュは、ダニーロと対立する公使ウラジーミルから賄賂を受け取っていたために、ダニーロへの援助を拒んだ。同1206年に、 ガリツィアへの軍事干渉を再開したアンドラーシュは、ウラジーミルと対立する、孔子ロマンを支援した。1208年にアンドラーシュは、ロマンとガリツィアの貴族の間に起きた争いを利用して、ガリツィアを占領し、自身の名の下に、ガリツィアを統治するように摂政に命じるが、翌1209年に、ウラジーミルによって、ガリツィアを脱回される。1211年にアンドラーシュは、 ガリツヤを再占領するためにダニーロを援助し、1212 12年にダニーロと敵対する公使ムスチスラフを攻撃する。間もなく、ダニーロはガリツヤから放逐され、再びハンガリー宮廷に援助を求めた。しかし、1213年にアンドラーシュがハンガリーを留守にしている間、 バーンク・バーンをはじめとするハンガリーの貴族が王妃ゲルトルードを暗殺する事件が起きる。ゲルトルード殺害の報告が届くとアンドラーシュは本国に戻らざるを得なくなり、ガリツヤへの軍事干渉を中断した。帰国後、アンドラーシュは反乱の首謀者のみを処刑して他の参加者は罰し,しなかったが、王子ベーラはアンドラーシュが下した処分に不満を表した。 1214年、アンドラーシュはベーラを、ハンガリーの若王として退官させる。同1214年の夏にアンドラーシュは、ポーランド大公レシェク一世と会見し、両国間でのガリツヤの分割についての条約を締結する。ハンガリー・ポーランド連合軍は、ガリツヤの一部を占領し、占領地は、アンドラーシュのバッシュカールマーンに与えられた。しかし、アンドラーシュは、レシェクが、 公私ムスチスラフと同盟していたため、ポーランドに領地を割上しようとせず、レシェクトムスチスラフは、ハンガリー軍をガリツヤから追放した。結局、ハンガリーは、ポーランドと同盟を結び直し、アンドラーシュの王子を、ガリツヤの公とすることが認められた。第5回十字軍に参加する、アンドラーシュ二世ガリツヤへの干渉と、並行して、アンドラーシュは、 ハンガリー南部の国境地帯をめぐる、ブルガリア帝国との領土問題の解決に着手した。1214年に、ハンガリー軍は、ブルガリア領のベオグラードとブラニチェボを占領する。同年に、ローマ教皇の仲介でアンドラーシュは、ブルガリアとは牧師、後年に、ビビンで、ブルガリア皇帝ボリルに対する反乱が起きた時には、反乱の鎮圧を支援した。 1215年2月、アンドラーシュは、ラテン帝国皇帝、アンリドエノーの名誉ランドと結婚した。翌1216年に、アンリが没した時、アンドラーシュは、ラテン帝国の定位に就こうと試み、教皇の関心を得るために十字軍への参加を決意した。ハンガリーの兵士をパレスチナに送るため、ベネツィア共和国と協定を交わし、 ハンガリーが領有するザラの支配権の譲渡と引き換えに、公安の利用権を得る。1217年8月23日、アンドラーシュが率いるハンガリー軍は、スプリトで中東行きの船に乗り込み、10月9日に一行はキプロス島に上陸し、さらにアッコンに向かって出港した。11月10日、ヨルダン川沿岸の別サイダで、ハンガリー軍は、 エジプトの IU 部長のスルターンアルイコールアディルの軍に勝利を収め、敗れた IU 部軍は城塞と町に退却した。しかし、投石機と石弓がアンドラーシュの元に記述通りに届かず、ハンガリー軍は IU 部軍が立てこもるレバノンとタボルさんを攻めあぐねた。1218年1月にアンドラーシュはハンガリーに帰国する。教皇ホノリウス3世は、 アンドラーシュの働きに満足せず、アンドラーシュのラテン定位の獲得は、失敗に終わる。結局、教皇は、ヨランドの父である、ピエール二世イドクルトネーを、ラテン皇帝に擁立した。帰国途上で、アルメニアをレボン二世、ニカイア皇帝テオドロス一世、ブルガリア皇帝、イバンアセン二世と交渉し、婚姻を取り決めた。ニカヤ滞在中、アンドラーシュは、 二階屋の宮廷に移っていたいとこに命を狙われるが暗殺は未然に防がれた。1222年に出された金印直書アンドラーシュが帰国した時、留守にしていたハンガリーは混乱に陥っていた。摂政として国政を監督していたエステルゴム大使教ンはハンガリーから離れており、国庫の蓄えはそこをついていた。 1219年8月、ガリツヤのカールマーンは、ノブゴロド公となった、ガリツヤのムスチスラフによって領地から追放される。ハンガリーはやむなく、ノブゴロドと和解し、アンドラーシュは、ムスチスラフの娘を、罰し、アンドラーシュの妻に迎え入れた。アンドラーシュは、外政による浪費を埋め合わせるため、清潔な財政改革を実施したが、 中小貴族と一部の大貴族の不満が高まった。収入を増やすために、臨時の税を制定し、金の支払いと引き換えに、ユダヤ人とイスラム教徒に、貨幣の中蔵、税の徴収、鉱山の経営を認めたが、アンドラーシュの支持はより低下する。また、財政改革の中で悪化が中蔵され、アンドラーシュと敵対する貴族は、スラボニアの統治を命じられていた王子ベーラを、 擁立して、反乱を起こす動きを見せていた。1222年初頭、アンドラーシュに不満を抱く帝信と貴族は退去して、宮廷に押し寄せ、アンドラーシュは彼らの求めに応じて、金印勅書を発布した。金印勅書によって、帝信と大貴族の権利が拡張され、教会の利益が制限された。この金印勅書は、 しばしば同時代のイングランド王国で制定されたマグナカルタのハンガリー版と例えられる。しかし、ハンガリーの王たちが直所の条項を遵守することはなかった1224年にはトランシルバニアザクセン人に特権を保障する自治法を施行した。同年、ドイツ騎士団長ヘルマン・フォンザルタワー。 強行ホノリウス3世からプルチェンラントを強行の直轄領とする許可を得た。騎士団の自立はハンガリーにとって無視できないものとなり、アンドラーシュは騎士団から特権を剥奪して、ハンガリーからの撤退を迫った。1225年にドイツ騎士団はプルチェンラントから撤退し、同年の冬にポーランドに移動した。ハンガリーの若尾に退官されたベーラは、 教皇ホノリウス三世の認可の下で、アンドラーシュが、指示者に与えた王領の回収に取り掛かろうとした。アンドラーシュは、ベーラの方針に反対し、ベーラをトランシルバニアに移して、カールマーンに、ベーラの給料を与えた。1226年の半ばにアンドラーシュは、ガリツヤの君主に据えていた罰し、アンドラーシュの要請に応じて、軍隊を進める。 ハンガリー軍はムスチスラフに敗れるが、最終的にムスチスラフは、ガリツヤの支配権をハンガリーに譲渡した。1228年、アンドラーシュの二人の息子は、王領の回復を試み、ゲルトルードの暗殺に参加した貴族から土地を没収するようアンドラーシュを説得した。1229年に、罰師のアンドラーシュはダニーロによって、 ガリツィアを追放され、1230年から、オーストリア公、フリードリヒ2世が、ハンガリー西部への攻撃を開始する。1215年の、第4位ラテラン公会議で取り決められた協領とは逆に、アンドラーシュは、宮廷で、多くのイスラム教徒とユダヤ人の金融業者を雇用した。そのため、教皇グレゴリウス9世は彼らの解雇をアンドラーシュに、要求した。 1231年にアンドラーシュは、金印直書の改定を実施し、教会に不利な条文が削除され、エステルゴム大主教には、協定を破った国王を破門する権限が付与された。アンドラーシュはなおも、異教徒の金融業者の雇用を続け、教会の使用の専売権を制限したため、1232年、初頭にエステルゴム大主教ロベルトによって破門される。アンドラーシュは、 教会の要求を受け入れなければならず、やむなくベレグ協定を締結した。1234年5月、すでに、ヨランドを亡くしていたアンドラーシュは、イタリアのエステケから30歳年下のベアトリーチェを、火に迎え入れた。ベアトリーチェとの再婚は、彼と息子たちの関係を悪化させる。1234年夏ベレグ協定を遵守しないアンドラーシュは、 ボスニア市教ジョンから波紋を宣告され、アンドラーシュは、波紋が、越権行為に当たると強行に訴えた。同年秋に、アンドラーシュ王子の居城がダニーロに包囲され、アンドラーシュ王子は包囲中に沈没する。そのため、ガリツヤにおける、ハンガリーの支配権は失われた。1235年初頭にアンドラーシュは、オーストリアへの攻撃を計画するが、やむなく、 フリードリヒ2世とアヤを結んだ。アンドラーシュは死の直前に教皇から波紋を解除され、さらにハンガリー王とその一族には教皇の許可なくして波紋を宣告できないと約束された。1235年4月23日にアンドラーシュは没する。ブダペストの英雄広場のアンドラーシュ2世像、アンドラーシュ2世は1200年頃、 最初のヒメラーのコーベルトルと3世の娘、ゲルトルードと結婚、三男二女を設けた。1215年に、第2の日、ラテン皇帝、ピエールド・クルトネーの娘ヨランドと結婚、一女を設けた。1234年に、第3の日、エステケのフェラーラ公、アルドブランディーの1世の娘ベアトリーチェと結婚、アンドラーシュ2世の死後に一男を産んだ。 ありがとうございます。